1987年度に撮影された国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境を流れる木曽川と犬山投資港ライン大橋橋の南岸付近から分かれている細い水路が農美用水農美用水は木曽川にある犬山投資港から取水し愛知県及び 岐阜県を潤す農業用水の総称、疎水百選にも選定されている。1951年に農林省の国営灌外排水事業の一つである国営農美用水土地改良事業が計画された。この計画は同じ基礎川から取水している用水の取水口を犬山市の大規模な取水口に統一するものであったが、この内鞘川用水は犬山市より 約5 0トル離れていることもあり、事業から離脱。犬山東資港の完成後、農美用水の名称は他の3つの用水を呼び、そこから分流する用水網の総称となった。3つの用水の延長は約4 5トルこれに付随する用水網を合わせると約2 6 0トルに及ぶ。流路については、木津用水、宮田用水、 は島用水の各項目を参照。ありがとうございます。